違いが一個ずつの形がはっきりするように、次を描くときにそっち側の方がどっちが感じが見、そういう感じに見えるように、やっぱ色の移り変わりを考えていきたいですね。ここからこれ、こっちからこっちへ移り変わってるんですね。でこの葉っぱの展開が、絵としては手前を置きますね。今これが距離になって、こっち側をちょっと実目に、ここちょっと弱めにしといて、こっち側をちょっと強めにつけてると。それからこれですね、これもここから描き始めると、こっちからこっちを実で、こっちを距離に置きますね。から光が来ると、まあ、こっちが暗くなってこっちが明るくなるということ。ここもちょっとだけ白残しておくと、こことの